皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはグリーン周りでのアプローチについてレッスンをしていきます。このアプローチどうしても苦手という方結構多いと思うんですけども、なんでこう小さい振り幅で近いところに落とすのに苦手になってしまうのかというのでですね、ちょっと説明をしていきたいと思います。近いからボールを飛ばしてはいけないということがまず頭によぎってきます。で、綺麗に当たるかなっていう心配があって手先が動いてしまったり、スイングのリズムが悪くなってしまう、インパクトで緩みが入ってしまうといった、さまざまな原因はあるんですけども、その中で小さい動きなのにもかかわらず大きく体が動いてしまう、これが、打点を安定させないまずは一番の原因です。で、この左右に大きく動いてしまったり、また逆にボールをインパクトで捉えなきゃいけないと思ってこう沈んでしまったり、でボールをどこ行ったか気になるから見なきゃいけない、伸び上がってしまったりといったようなですね、さまざまなこの必要以上の無駄な動きっていうのが入ることでミスショットにつながってしまいます。今回はですね、これを解決するための練習法ちょっとご紹介していきたいんですけども、はい、実際にですね、通常のグリーン周りのアドレスというのはこういう形で構えていくと思うんですけども、なるべく小さく自分の形をしてアドレスを小さく作って飛ばないようなアドレスを作って打つというのも一つポイントにはなるんですけども、今回は右足をグッと足を引いて左足のラインに対してこうまっすぐ一直線に体を作っていきます。足を揃えていきます。で、この時に左足に体重をしっかりと1本にほぼ乗せて、右の足はこの膝は左の足の裏にこうペタッとくっつけていきます。こういう形でですね、構えていきます。で、これは今大きく左右に動いたらもう固定している部分が足が1本しかないのでフラフラしてしまいますので、この左足1本で立ってて安定しているよっていう形をですね、まずアドレスで作っていきます。この時点でフラフラしててはダメです。一点にこう体重のポジションをかけていくイメージにしておくと、ここでのふらつきっていうのはなくなってきます。で、こういう形にしておいて体を回すと、こういう形で回していく、こうすることで必要以上の左右の動きであったりとか上下運動っていうのがなくなってきます。というか、もうこの上下運動や左右の動きっていうのはできなくなってきますので、左足1本でこう立っているようなイメージでですね、作ってください。この形ができて、これで綺麗に5ヤードから15ヤードぐらいを打てれば、このショットというのは非常に安定してきます。で、またシャンクがどうしても出てしまうという方もですね、この練習実は効果的で、インパクトの時に右足がグッとこう出てしまう人は手元が浮いてしまうことでヘッドがインサイドに入ってフェースが開いてしまう、これシャンクの原因なんですけども、その右膝の動きもこれで抑制されているという形です。右膝をグッとこっち側に押さえておいて、このラインで回転する、回転していくといった練習です。これを行って、この中心軸のキープ、前上下運動のキープ、そして右膝の悪い動きっていうのを直していきましょう。左右のブレがなくなってくるんだなっていうのをイメージしながらですね、練習して、あとはですね、通常通りそのイメージに合わせて左右のブレがないように、上下運動がないように意識をして練習を進めてみてください。ちゃっくりやトップといったミスが、本当に少なくなってきますので、ぜひですね、この動き試してみてください。はい、以上で本日のレッスンは終了とさせていただきます。いつもですね、動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。こんなレッスン動画があったらいいなとか、今こんな部分に迷っているとかですね、この部分わからないなっていうことがありましたら、コメント欄に、コメントを残しておいてください。動画を作成し、できるだけアップしていきたいと思います。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん、上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。